はい、それではフォームの受け取りについて学習していきましょう。前提としましては、オリジナルコントローラーのアクションフォームというメソッドに、ビューのフォームというファイルを読み込むように設定しています。で、ビューのフォームは、今こんな最低限の HTML になってまして、見出し1が設定されているだけとなっています。で、ブラウザで見てみますと、こんな感じになっています。ここにフォームの入力部品を追加していきます。まずこのフォームタグでくくって、インプットタグで、タイプ、テキスト、名前がネーム1としておきます。これで一度くくって見てみますと、ここにですね、ちょっと見にくいですが、入力フォームが挿入されました。でですね、サブミット送信するのに、ボタンを設置します。サブミットはい、こんな感じで入力フォームと送信ボタンが設定されました。でこのフォームのところにまずメソッドをポストにしまして、送り先を同じところにします。はい、今は何も送らずこんな感じですね。これでですね、ポスト送信で、同じ画面に対してネーム1というものの値が送信されているはずです。ここで来た値をですね、画面に一度表示させてみたいと思います。インプットクラスのポストというので、こういう感じで、ここと対応させたものを書いてエコーで表示させてみましょう。山田とします。そうしますと、ここに山田というふうなものが出ますね。ということで、こういうふうに書くことでですね、ポスト送信の値を受け取ることができます。はい、それではですね、前回やりましたデータベースの挿入と合わせ技でやってみたいと思います。フォームに入力した情報をデータベースに挿入するということをやってみたと思います。でちょっと見た目はあまり良くないんですけれども、名前の名字と、下の名前、そして年齢と電話番号、メールアドレスを入力できるフォームを用意して、サブミットボタンを作りました。ここに入力した値をデータベースフレンズテーブルに入れてみたいと思います。この入れ方としては、 DB クラスのインサートっていうのを使って対象のテーブルを設定して、ネーム1にはポストのネーム1、はい、こういう感じで設定して、最後にエグゼキュートメソッドで実行します。これで一度試してみたいと思います。山田花子39歳のメールアドレスは花子 @gmail.com としたいと思います。それで送信を起こしますと、はい、特に後処理は何も行っていないんですけれども、フレンズテーブルを見ますと、はい、こんな感じでですね、山田花子39歳、花子 @gmail.com ということで、きちんとデータが挿入されているのがわかります。このようにしてですね、画面に用意したフォームにユーザーが入力して送信を押すことでデータベースに入ると。これができることでかなり Web アプリケーションらしくなってくるのかなというふうに思っております。以上、ユーザーのフォーム入力を受け取る方法でした。